皆さんこんにちは。今日は前回に引き続いてポジションの達人を目指すということで第3ポジションやってみましょう。で、第3ポジションは特によく非常に使われるポジションで、ある意味で分かりやすいポジションじゃないかと僕は思ってます。で、ここもよく頭の中に入れておくと非常に皆さんよく使っているんですけども、きちっと整理をして覚えましょう。で、第3ポジションというのはここの第4ポジション、ここから上がるっていうか考え、第4ポジションのちょっと下がったポジション、1個下がったポジションだって考えた方が最初は分かりやすいかもしれません。で、この、これ第4ポジションが、これの半分、1音下がった、ここから始まるのが第3ポジションです。これ今波長調のことやってますよね。だからここ開いてます。で、ここの時にちょっと注意してほしいことがあります。で、第4ポジションの位置っていうのが、まあ、大体ここです。この間印をつけたこの赤いとこね。これが、というとこと、まあ、ちょっとずれてるけど、まあ、ここですね。この赤いところが隣の弦の開放弦だということです。で、ここに第3ポジションの場合は2が来ます。だから、楽器としてはこの親指の位置っていうのは第4ポジションのここに大体来ることになってましたよね。だから、ここに来るっていうことは、この2の指の下に親指が来るので、あんまり変わらないんですね。これ開いたポジションの場合ですよ。開いたポジションの場合はあまりにこう変わらない、この親指がちょっと下に来るぐらいかな。だからこんな感じでになります。で、狭いポジションの時はこれは別ですけどね、ここはここがそのシャープになったらこれは別ですけど、こうなって波長調の場合はこういう形です。で、まずこの基本形を覚えちゃいましょう。で、ラシドそれからそうらしい、ね、で、これをこういうふうにこういう練習をするといいんです。で、親指もあまり変えない。親指ね、この開いた時に ここへ持ってちゃう人がこうやっている人がいます。これダメです。これすごく分かりにくい。で、こういう人って大体見てると音程悪い、これ分かんないですから。ここ非常にここへ来て、この辺に来てれば分かりやすいですよね。だからそうらしい。ここから、例えばここからこういうポジションからこういうポジション、こういう練習するの。で、この時にギュッてやんないで、これごとふわよいしょよいしょと、こういう練習してください。親指もちょっと緩めながら、力をちょっと緩めながら、チョン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 、これ第4ポジション、第3ポジション、第4、分かりやすいでしょ。で、これが、第3ポジションの位置になります。ということで、弾いてみますと、この間お話ししたように、隣の音は何かなをやってみましょうね。ラシド。あ、ごめんなさい。ソの音を中心にすると、D 線では、C 線では、ドレミです。弦線ではドレミです。C 線では、ファソラ。ゲー線はドレミ。はい、デー線でいくと、ソ。で、アー線は、今度はレミ。この4に行っちゃうと、これシャープになっちゃうんで、レ。ここです。波長調の場合ね、レ。で、親指はいつもここにいる。だから第4からちょっとこう、手の形がこういうから、キュッ、こう、ここをあまり変えないで、親指を変えないで、キュッ、キュッとこうひねってあげると、いく。これをまあマスターするといいな。で、これが第3ポジションの開く形。ね。まあ、変形、シャープがかかったり、フラットがかかったりするのは、もうちょっと、また後でやりましょう。で、とりあえず波長調のポジションチェンジを覚えてしまうね。で、この間お話ししたように、これの練習をするときにやっぱり知ってる曲やりましょうね。で、ちょっともう時間経っちゃったんだけど、
すごくいい教材があります。お正月っていう曲ね、あのもういくつ寝るとってやつ、あれをやってみましょう。それであれが、あの曲を弾いてみますよ。都庁長、八丁長なのかな、ソから始めてやってみましょうよね。まずファーストポジションでね、せですよね。これがまあファーストポジションでお正月を弾いた時ね。でこのメロディーをまずよく皆さんよく知ってるでしょ。だから頭に入れましょう。でこの音程を頭に入れて、この音程でもって今度は第3ポジションで練習してみようかなっていうことです。そうするとここに1を持っていくね。最初の音こうします。そうするとと思うんですけど、これ大変じゃないですか。弓が行ったり来たりしますよね。これが第3ポジションを使うことによって、ここにラの音がありますから、こういうふうにできるんだね。そうすると、このファーストポジションよりもある意味ではすごく楽に弾けるんですよ。こう行ったり来たりしなくて、弓の方が行かなくね、この間も話したように行ったり来たりしない。だからこうやってやるよりもとても便利ということになります。だから使い方で、どこからどこまでの音がこのサードポジション、さ第3ポジションには入ってるかということをね、頭に入れるの。そうするとソラシの間に入ってる音があればいいですよね。からレミファドレ、この中に入って音があるメロディーであれば第3ポジションで、処理してしまった方が綺麗にいける、こういうことができるわけですね。あの第3ポジションだけ考えた時ね。で、これをまた非常にどっちも弾けるようになったら、音程は知ってる曲だから正しくできると思います。だから知ってる曲で自分のこの指幅、この幅、指幅をしっかりいい加減にやらないでね、で やってください。で開く形の時の大事なこと、これ守ってくださいね。この1と2をしっかりこのこことここを開いて、ここね、ここ。こういう形、ね、これがいい加減にこういうふうに、なんだかどこが半音でどこが一音だかわからないような、こういう並び方にならないように、こういうふうにしてここが一音開いていて、ここは半分ずつ、チェロは分かりやすいんですよ。半分ずつで、半分ずつで、ここが一音、ソラシね、こういうことを、これをしっかりやるっていうことがまず大事かな。しっかり やってみてください。そして、これができるようになったらね、今度はね、ポジションチェンジをするんです。でポジションチェンジをするのにもこの曲とてもよくてね、ここここで、こういう練習するの。そうするとそう、この間に親指を持ってきて、まず親指を動かす。お父さんが動くの。お父さんが動いてみんなが動くの。ね。だから、そしたらまたこっちに練習してもいいね。これ要するに、そっと。
こういうふうにして、1のところに行く練習を何回もやってくる。でもう一つまたいろいろぐちょぐちょ言って申し訳ないんですけど、移動する時に、ギャッてやらないでくださいね。移動する時にはちょっと手をふわ、なんつうんだろう、ふわ、力を入れたまま、よくね見てると力入れたままこうやってやる人いるんで、そうじゃなくて力は移動するときはちょっと抜きましょう。わかるかな、画面でわかる、わかんないか、ふわふわね、ふわふわ、これ浮かしちゃダメだよ、浮かしちゃダメなんだけど、力を、指の力ギュッと押さえてる力をふわっと抜いていく、移動する。親指もこうやったらふわふわふわ、こういう感じ。この、移動を練習しておくと、ポジションの移動がとてもスムースにいくようになります。で、まず、前回の第2ポジションと第3ポジション、これをいろいろやってみてください。で、また、この、なんて言うんだろう、これだけに限らず、自分で見つけてね、で、あ、ここ第3ポジションで使えるな、要するに、ここの、ドまで入っちゃったらダメだけど、ソラシの間の動きであれば、あ、第3ポジションが使えるんだなってことをまず頭によく入れておくと、ポジションが分かりやすくなってきます。で、前回は、次回はこれの、まあ、今度少し連携を少し勉強してみましょうか。第2使ったり第3使ったりしながらやっていくということで、まあチェロのポジションチェンジって難しいですから、そのなんでこのチェロのポジションチェンジが難しいかっていうのはまたこの次に お話しいたします。でバイオリンとかに比べてチェロのポジションチェンジは難しいんです。でその理由もまたね今度お話しいたしますので、まずはとりあえず第3ポジションよく勉強してみてください。でまたお会いしましょう。では今日はここまで、さようなら。